ロシア北西部レニングラード州の知事は21日サンクトペテルブルク西方の港にある天然ガス大手ノバテクの施設で火災が発生したと発表しましたウクライナメディアはドローンによる特別作戦だと報じていますノバテクは火災は外部要因が理由で起きたとの見方を示していて施設は稼働を停止したとのことですウクライナメディアは 攻撃は敵に経済的打撃を与えるだけでなく、ロシア軍にとって重要な燃料補給ルートも混乱させたと報じています。一方、ウクライナ東部ドネツク州を支配するロシアのドネツク人民共和国の主張は21日。中心都市の商業施設にウクライナ軍による攻撃があり、27人が死亡したと発表しました。